葉は何？可愛いけど。可愛い葉は。ヘッダーなんだった？なんだった？今日概念してるよ。え、これね、いいよ。前髪が今日も巻いたのに湿気でダメになっちゃった。目に刺さっちゃった。短冊か泡と黒美ちゃんだったね。そうだ、黒美ちゃんだったわ。なんかなかったのかな、レノの写真。目に入る。ブロックでお願いします。ブロック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 、ブロってください。えへへへ、マジよ。あのね、自己紹介がちょっと前髪止めたいな。ちょっと待って、今日のファンの人からなったの、MVP の。よいしょ。あー、しんどい、疲れちゃった。2日連続で見て、こっち見て、見した方がいいのか。ヘアピン、ヘアピンもらったけど、つけれないよね。こんなところに前髪固まっちゃってるし。これでいこう。2個つけたい。2個もらったの。あ、右と左用なんだって。ちょっとボサボサになりそう。まだケープで汚いから、前髪だけ。こっちは新品で置いとく。ありがとうございます。見て、パキパキ。音聞こえないか。2024年6月から。最近やん。最近やのにすぐバレて対応されたんや。残念でした。すぐにバレました。MC 喋れなくてすいませんね。 MC 喋れなくてすいません。地下鉄特急すごっ。踊ってる時前髪あんまり気にしてなかったかも。多分あんま気になってない。今日マスカラつけてないんよな、落とすのめんどくさいから。もうこっちのさ、二重ないねんけど。ほら、一重やん。見て、こっち一重。
ね、公演中やったんやんな、多分あのあれが。手応えとかもないです、やりきったって感じ。なんかほんまは中曲出えへんつもりやったんやけど、出ますって言って出ました。だから写真が1枚もなくて、写真が1枚もなくて、そうなんですよ、ごめんなさいって感じ。ワイのことブロックするよ元気ってつけたしとこ。あ、やばい文字が、あ、あれなんかバグった、バグったよ。ん、なんだこれ、元気にせやかに注意とか。あ、あれなんかバグった、注意、元気です、 OK、 いいじゃん、うんうん、前回服を脱げなかったのがミキさんで、今回成功したのがミオさん結婚していいよ、可愛いですよね。あ、前髪ね薄くしてる、伸びたら薄くしてるんだよね、毎回薄くなっちゃう、なんか多いと邪魔じゃん。アイラインも落ちてる。全然気持ちは楽になりませんよ。てか濃い制服の目が終わったことによって余計頑張らないと、今から。黒みはげてるから耳がね。今日からモンブラン取り始めた、言ってよそれ。食べかけのパン送っちゃった。え、だって食べかけのパンとか送るんだよね、プニプニしてる。これ食べ終わったラーメンとか、食べ終わったラーメンはたまに送るから。多分あれになった、熱中症昨日夜中にめちゃくちゃ頭痛くて起きて、水飲んだ方がいいなと思って、ただの偏頭痛持ちの偏頭痛じゃないと思って、夜中に2回ぐらい頭痛くて起きたんだけど、水飲めなくて気づいたら寝ちゃって、寝ちゃってっていうか寝たのも覚えてないんだけど、わかんない、なんだけどね、わかんない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 、で寝ちゃって気絶してたね。で朝はそんなにそんなにねあれなんだけど、メイク変えた、なんで気づいたの、すごい天才。私のツアー場所はどこでしょう、どこかな、どこかな、どこかな、まつげあるよ。こっちはもう二重に潰されてますね、あります、ほらやっほー
朝4時にあのツイートされてたら。風はもう大丈夫なの？風は大丈夫？恋してるよ。400%今日は。早く寝てね。ありがとう。会いたいって言ってない。会いたい。ありがとう。会いたい。何これ、七夕の会いたいか。嬉しい。あれか、なんだっけ、星の上をたどって会いに行くみたいな。熱が低くて、なんか開演前に測ったら6度6で、まあ平熱が5度8とかだから、まあちょっと高いけど、まあ動いた後だしな、普通じゃん、ない熱は。開演終わって、あ、お見送り終わって、測ったら5度3でした。ビビった。あ、もともと低いから分かんない。結婚して、結婚して、いいよ、可愛いから、可愛いからいいよ。かきれなもリボンも可愛いから、これでいいよ。取られてるから取られてるから。いた、髪抜けちゃったまでよろしく。髪抜けたんだけど、てか切れた。元気、元気です。にせやかに注意、元気です。にせやかにね、同じ人だよね。かきねな咳出ない、あんまり。もう喉もね、めっちゃ間違えてるし、リハの時におかしいなって思ったんだけど、ちょっとおかしいなって思ってジェラシーをリハで踊ったんだけど、まああと何曲か踊ったんだけど、なんかおかしいなって思ったんだけど、それ力抜くじゃん、おかしいなって思うから、力抜いてやっちゃって逆に気づけなくて、で、肌白くないよ、焼けてるよ。ボンボンリボンちゃんだよ。あ、反射してるのか。首に巻くヘアのやつ、え、あれ、なんか冷たくなるやつ、冷蔵庫入れるみたいな、なんかファンの質問もらったけどまだある使ってないよ一回も。あ、持ってるよ、でももらったから。で、そのファンの人のお手紙に、いるかわからないプレゼントでしたみたいな、今回のプレゼントはいるかいらないか、いるかいらないかわからないプレゼントでしたみたいな、その部類らしい。美味しいでしょスムージー。飲みかけじゃない、この間は買ってすぐにみんなに共有しました。ヘアピンってマジで何個あってもいいの、だからちょうだいください、ヘアピン。マジで今日もヘアピンなくて、ヘアピン持ってきたかと思ったんだけど、家に1個と兵庫に1個置いてるから、クロミさんをだから家から劇場に持っていくのを忘れたら、もうメイクさんに借りないとだからとか、昨日のフェスとかもあ、やっちゃったと思って、メイクさん来るまでピンがなくて、多分脱水症状なんだと思う。だけどさ、公演中とかさ、ガブ飲みしたらさ吐くじゃん、気分も悪かったから。ずっと変なメール送ってるマジ死ぬかと思った今日は。
まにゃーい。いつも下手いくよ。会いたい。結婚して嬉しい、嬉しい流れで嬉しいよ。みんな今日からメールなの。今日メールに2個しか送ってないのに。2個か3個、2かな、しか送ってないのにごめんね。なんかこういう時に限って、まあ予想してください。どこ行くかな、どこと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 、どこ行くかな、わかんないよ。いつもと顔一緒だよ。あと足がつったの。足がつって、これ絶対脱水症状の足つりだと思って。オスグッドじゃないと思って。成功。成功やばい。結構して、4。低いよ。4度。34度やばい。せやばいね。うん。ブチって言って髪抜けた、さっき。壊れてたのかな。いや、壊れてるってことにしよう。おでこになんかついてるね。楽しかった？意外と。すいません。いや。いいよって言ってる。リボンが、うん、雨だったから焦げれなに ならなかったけど、脱水れなになっちゃった。脱水れなさになっちゃいました、残念ながら。晴れててもなるか、熱中症ですね。なんかれなって本当に結婚していいよ、なんか熱中症になりやすくて、あ、今日は222日で今日は注目の日だって数日前から言っていたのに、そういう時もあるよ。ヘアピンいっぱい届いてもいいもん。ヘアピンマジで使うんだって、本当にめちゃくちゃ使う。家いたらずっとヘアピンと共にいるもん。お腹いっぱい、めちゃくちゃ気合いした。お、嬉しい。確かにいつも下手のイメージ。でもガブ飲みしたくなるじゃん。でしょ。そう、 OS1 ね、なんかあのメイクさんになんか OS1 本当にやばい時に飲んだらめっちゃ美味しく感じたみたいな、でなんか始まる前で、それが多分今 OS1 飲んでもやばく感じないと思うから、あ違う、え、あ美味しくないと感じると思うからまだ大丈夫ですって言いながらステージに行ったんですよ。動かないと分かんないんですね。熱中症で意識失ったことないな。でもでもそんなにひどい熱中症ではないかな。1日経ってるし、普段からさ、あとあの水分をあんまり取らないんですよ。少年が書き出せるってさ、一人いたね少年くん。レナさん普通なの、もう全然わかんない。今日全然ファンの人見れなかった、本当にやばい、抜けるかな、どうしようしか考えてなかった。だけど抜けなくて済みましたね。ジェラシーとダウトが抜けないつもり、あ抜けるかもだったけど、まあ大丈夫でした。セーフセーフ。なんかあのレナのサイレンを振ってくれてる人の顔を見たら抜けれないよなって思っちゃうんだよね。だから逆になんかでもあんな状態で出ても申し訳ないし、めっちゃ迷ったんだよね。あのユニット MC、 万華鏡の MC の子たちが喋ってる時に裏でずっとどうしましょうって話してたんだけど、
セーフだった。バレたけど、みんなにバレてないと思ったんだけど。エレナバレてないよね、バレてないと思ったんだけど、どこでバレたんだろう。ん、今日って7月1日だからみんなメール取ってんだ。そういうことね。そう、返信が楽しみですね。ね、座ってた。今日からそういうことね、メール、そういうことか、1日だからってことか。1日、全部いるかも、レナのツアー。許せる範囲の、どうしてってこと。食べかけシリーズめっちゃ送っちゃうんだよね。で、今日の蒸しパンは大きな一口を、あの作品は大きな一口という題名なんですよ。あの写真の題名はそれつけたっけと思って、つけたっけ、写真だけ送って、送っただけかもしれない。あの写真は大きな一口っていうあの作品名だから、それを思って今教えたじゃん。それを思って今から写真見てきて、意味がわかるから、これは作品だってなる。マジで足つって本当に、うん、やだ。前半踊って本当にやばいと思って、後半がやばかったです。怒られるようなことしてない。洗濯、今日も洗濯やらないと、回さないと、脱水だ、脱水しないと。ツアーは12期生2名ずつ行くので、結婚式ピヨン。焦げれな、期待したね。本人が脱水、猫の日です。今日はレノだけの猫の日だ。にゃんにゃんにゃんの日。大量にはいらないけど。大量ってどんぐらい、みんなの大量って結構大量だから、みんなの CD 大量はとてつもなく大量でしょ。それで考えたらとてつもなく 大量に送られてきそうだから。うん、血押しの知り合い多すぎた。おお、いいですね。こばはわかんないけど、今日はアクエリ、ポカリ、ポカリかな、飲みました。飲んでって言われましたね。いや、わかんない、でも限界わかんないんだよね。1日経ってたから大丈夫かなって思っちゃって、昨日からね、フェスから。とか言って、え、嘘、バレてるんだ、笑ったんだけど、普通にダメだったんだ。え、違う、あの服を脱ぎ忘れたのがミオさんがなんか嫌だみたいな。だけどね、なんかずっとここにミキさんがいて、同期からも、なんか裏で聞いてた同期からもミキさんって言ってたよ。え、でも途中はわざとミキさんって言ってたの。服を脱ぎ忘れたのがミキさんって言ってたの。わかるかな、あの服を脱ぎ忘れたのがミキさん、ミオさんだけどミキさんって言ってた、声では。だからか。
作品なのあれ。いや気にするよ、絶対に絶対に気にするよ。メーズ撮ってる、知ってるよ。確かに後付けだね。半分もいってない。大きな一口なだけで半分も食べてない。大きかったでしょ、大きい一口やったでしょ。深く見えてくる。休めます。少しでも給油、わかんないやつですね。でもともと足つるから。ツアーどこ行きたい？どこでもいいかも。でもいいね、決まっちゃってるから。どこ行きたいかないかな。でもどうだろうな。北海道とか、北海道と福岡とか行きたいかも。端と端、全然匂わせとかじゃないよ、普通に行きたい場所。ご飯美味しそう。みんなはどこ行くの？ツアー何県？100個くらい、いや、ピン届く。みんなの CD に変えたら、みんな優しい。早く寝るんやで、ありがとう。時に戻った。膝大丈夫ってみんな聞いてくれた。あ、今日マキコさんと会った、事務所で。めっちゃ話した。熱中症になっちゃったんですよみたいな言った。熱中症なのに、よう喋るな元気やんって言われた。いや、しんどいんですよって言って、まあ、あとはみんなに言えない話をたくさん話しました。お見送り出るみたいな。お見送りも出るか出ないか聞かれたけど、そんなん出ないとかないでしょ。全曲やっといて、すごいいいやつじゃん、さすがに。気づかなかった。ずっとレナはミキさんって言ってた。あのあれだと思って、ミオさんがイヤ風の雰囲気を出してミキさんってずっと言ってた。わざと言ってたから、一番最初以外だから。ミオさんに「えミオでしょ？」みたいなって言ってて、あれ気づいてもらえなかったのって思ったの裏でね。だからレナ何も思わずに自己紹介を締めた。途中ミヤビームが、ミヤビームと目を合わせる場所があるんだけど、あの見た時にメガネがなくて笑っちゃって、めっちゃくちゃ。でもずっとね笑っちゃった、ずっと笑っちゃった。うん、今日の制服め楽しかったね。羽田って言ったら東京だっけ。みんなはどこ行くのかな。どこも行かない。さあ、喋っちゃったから心配してくれなかった。そうそう、人参入ってないカレーいいでしょ。別に人参入ってなくてもカレーじゃん。エレナの存在感薄っ。めっちゃ存在感薄いじゃん。どこも行かないどこも行かないなら教えても意味ないじゃん。どこ行くでしょう。ツアー行かない、ウェーイ。ツアー行かないか、しびれるね。普通に忘れたらしい。雨降ってるの、標高マジで。カレー人参必要でしょ。ありがとう。
ありがとうございます。ありがとうございます。ランニングが走る、いや、ランニングで声落としないで。ランニングはずるいな。こんばんは。やばいやばい。じゃがいもぐらいの存在がいいかな、カレーで言えば。じゃがいも100だよね。こんばんは。人参入れない派。え、じゃレナがいなくてもいいってこと。必須構文。痛い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 。痛い。引っかかってる。ツアー参加するとめっちゃレッスン大変だよ。参加しない。ね、現れるかもって言ってたね、物販に。現れないかもだけど、ロビーだっけ。現れちゃうかもよ、みんなが行く日に。うんうん。は？逆にお肉いらないでしょ。何言ってんの。ありえないわ。じゃがいもでしょ。じゃがいもと玉ねぎだけでしょ。カレーはじゃがいもと玉ねぎだけでいいんだよ。お肉も、お肉の方がいらないよ。ダメだな。ダメだな。人参はまあまあまあなくてもいいか。新漬けです。いやいやいや、一番好きカレーじゃないし、カレーのお供じゃん。うわ、わかる。2日目の溶けたじゃがいも最強だよね。やば、そんなに降ってるんだ兵庫。3日連続カレー。確かにレナも家のカレーなら大丈夫。確かにカレーうどんにできる。そういうわけではなくてだな。焦ってる。ありがとう。結婚して。いいよ。東京と福岡県。カレールーは必要でしょ。どういうこと？いや、喧嘩すぎて無理なんだけど。じゃあもし牛肉か豚肉だったらどっち？カレーなら。え、どっちもあるよね。めっちゃ忘れそう。財布持ってないですって。人参？人参も食べれるけど。キレナのカレーマジ美味しいから。ルーは何かわからないけど、家にあるやつを使う。頑張った。いや、明日すげえカレー食べたくなったの。今日じゃなくて明日なんだ。先生だ、先生、先生、お久しぶりです。いや、配信で。スパイスとか一から作ってみたさある。器用だな、やっぱり。スパイスから作んないよ。絶対無理でしょ。でも葉っぱみたいなの入れるかも、カレーに。葉っぱ？なんか変な葉っぱ。
だよね、豚肉だよね、絶対絶対豚肉だよね。カレーには帰ってきた大阪まで。ココイチならビーフ推しです。ビーフは牛さんか。ココイチなら 100% ほうれん草はいる。レナに言われたら何でもか死ぬ。優しいようで怖いようなレナも豚派ですね。人参スティック食べれない。キュウリスティックしか食べれない。 MC 喋れなくて本当にごめんなさい。なんだけど喋れない代わりにちゃんとなんか振ってくれて、まあ、流れだろうけど振ってくれて回してくれてありがたいメンツでした。本当にありがたいメンツでしたね。みんな前半、あ、後半 MC か。そうだそうだ、後半だ。先生有名人じゃないココイチ食べれないの。嘘でしょ。甘口が一番美味しいよね。ほうれん草入れよう。ほうれん草美味しい。うるさい方がかきめななのえ、すごいスパイス揃えるとか。リアクション芸人してた MC。 そう、下半期の目標私だけ言ってないですよね、ごめんなさいね。だけどココミンが締めでみんなの聞けたと思うので可愛いから許しちゃう。そうだよ、兵庫の人は肉じゃがもカレーも豚肉、牛肉なんですよ。牛肉、そうそうそう。でもレナお母さんが神奈川の人だから昔からね、料理は豚肉ですね。弱ってない踊ったらしんどくなっちゃっただけで大丈夫です。お水たくさん飲んでる、ほら。美味しいのにココイチ探しやすい。マーキーの目標、下半期の目標ね、何にしよっか。あ、そうそう、もともとね下半期の目標決めてたの。公演前に MC 決めてたのが体調管理じゃなくてもうそれもなんですけど、なんだっけ、健康的に生きる。昨日から健康、あ、ごめんなさいね、昨日から健康的にできてるから、まあこの調子で年を越したいと思いますね。よろしくお願いします。まあだから昼夜逆転をすぐにしない。はい、昼夜逆転したら怒ってください。今回か君の沈黙だった2時かわいいよね。健康第一かわいい。好き嫌いないからね。お風呂もすぐ入んないとね。体調管理大事ですよ、本当に。レナの目標なんでみんなに言ってるみたい。大事ですよ本当に。ごめんね本当に今日は、まあ、課題はやるとして、やる前提、やる、やりますよやらないとダメじゃん課題は。
お風呂に入らなければ。でもなんかもう一つ原因があって、なんだっけ、栄養ドリンクを開演の本当に3分前、5分前ぐらいにガブ飲みしちゃって、それかな。わかんないけど、でもわかんない、わかんないですね。でも全部出れて本当に良かったです。いますよ。録音されてる。録音ってしちゃダメなんだよ。そう、モンキー D レナになろうと思って、モンキー D レナになろうと思ったんだけど、モンキー D レナフィーになろうと思ったんだけど、お弁当も食べれなくて、あんまりなんかおかしいなって思ったんだよね。でもリハで、でも気づけなくて、とりあえず栄養ドリンク飲んで頑張るぞーと思ってガブ飲みして、そのままステージに登ったんですけど、ちょっとおかしくなっちゃいました。バグった、バグりましたね。要するにバグですね、これは。私の体はバグりました、今日。はい。でもバグって電源落としたら治りますよね。だからお風呂に入って寝たら治るやつです。バグです。バグレナでした、今日は。本当に楽しかったって、ありがとう。でも本当にマジにみんなが楽しそうにしてくれてたから、本当に頑張って全部出れた。この曲とこの曲がちょっと出ようかみたいな感じだったんだけど、出ますよ、これはバグなのでって感じでね。見ていいかわからないとか、やさじゃん。お疲れ、ありがとう。何の健康の地位逆転じゃないを、ピノキオ軍やばくて、ピノキオ軍でしゃがんだ時にしゃがまないじゃん、あんまり。急にしゃがんだから、この更新でびっくりした。やばいやばいと思って、バグですね。はい、バグなのに残念ながらバグでした。良くなった、だいぶ水めっちゃ飲んで良くなりましたね。ちょっと事務所でゆっくりしてて、最初はやばかったけど、みんなが水飲みな水飲みなって言ってくれて、ずっと飲んでたから、ちょっと休憩してました。逆にさ、途中の1曲だけ抜けたり、1曲とか2曲抜けてさ、出てきた方がみんな楽しめないかなって思って。え、かけるのどうしたの、バグってんのってなるでしょ。だからどっちもプロです。そのまま転がる、やばい。そのまま転がる、めっちゃおもろいねんけど。でも正直レナもまた、あ、やばい、前に転がってまーって、前回りして迷った。いてててて。
近ケーツがってよく言われる先輩とかに。いやでもケーツの先輩に言われるからケーツに来てほしいだけなのかな。マジそれな、夏これからやばい。普通に毎日バグレナになっちゃう。ジェラシーやばかったね。セリがあるから危ないんだよね、あれ。だから危ないよって言われたんだけど大丈夫かなと思ってね。お見送りめっちゃ喋っちゃったね。トイレで一曲はやばい。全然プロじゃない。かっこよかった、ありがとう。ジェラシーやめて。見なしやったぜ。はぁ、みんな見てくれててごめんね、なんか申し訳ないです。本当にね、出てんでいないで。マジ自分でも焦った、転がりそうになっちゃって。ちょ 見とこ、あとで定点で。面白そう。見送り遠いんだよ、みんなと。とても声がね、気分悪いってやつ。ふうってやつでした、はい、かわいい、ありがとう。かわいい。もう一匹いました。手紙の袋もかわいい。シナモン1位になったよね、確か。おめでとう、シナモン。リボンさん何位なの。ちょっとちょっと、お見送りね。なんか花が優しくて、優しかった。帰ってからも優しくて、事務所に帰ってからも優しくて、本当にね。可愛くないよ、声おじさんじゃん。って言ったらみんなが怒っちゃう。いや嬉しい、かきれな声おじさんだったら。みんなこのさあ、これを言ってみんな喜ぶか怒るか。今日鍵穴だったんだけどね、本当は。ゆあさんが鍵穴したことないの、ね、だからマネージャーさんに、いやゆあです、川村です今日鍵穴って言ってね。おじさんにしちゃ可愛い声。いやお見送り出ないとかね、もうありえないから出ましたよね、普通に。優しい、優しいけど支援しないで。そう、手つないでくれて。ピカチュウは可愛いね。元気になります。そう、2連ちゃんだったから、そうそうそう、だから次も来てね。でも8だっけ、8日、6月8日来てください。おやすみ、早く寝てね、ありがとう。おやすみ、ありがとうね、今日来てくれた人も。たきのうち。またね、おやすみ、ありがとう、ありがとうね。行くやすね、ありがとう。早く寝て。ありがとう。今日ありがとう。早く寝るようで。ありがとう。ありがとう。たくさん寝て。ありがとう。おでん。おだの光。ありがとう。おやすみ。おやすみ。また明日ね。おやすみ。おやすみ。頑張り。終わりな。またね。バイバイ。おやすみ。おやすみ。ありがとう。あ、でもまだ59分だった。読めそう。おやすみ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 。
ありがとう。